にちは、平山千佳です。今回はボートレース丸亀を紹介いたします。この動画を見ることでより深くボートレースを学ぶことができますので、チャンネル登録をして最後までご視聴よろしくお願いします。さあ早速入っていきたいと思います。エスカレーターを登って通路、この通路はすごいいっぱい香川支部の選手の写真が飾られています。そして私の写真もこうして飾ってくれています。感染対策もこのように徹底されています。はい、それでは中に入ってみましょう。選手はなかなか入ることできないので、私も本当に楽しみです。こちら左側にはグッズコーナーがあります。例えば300円でガチャガチャができて、当たるとこのように選手のサインなどがもらえます。そして私たち夫婦のサインもこちらにあります。キーホルダーやタオル、 T シャツ、たくさんのグッズが、今はエコバッグなども販売していますね。そしてこちらインフォメーションがありますので、わからないことがあればこちらで対応してくれます。さあ次行きましょう。ボートがありました。実際のモーターボート、こちらです。同じ大きさ、もうまさにこれがボートレース、私が乗っているボートとエンジンですね。実際ね、乗ることはできないんですけど、見ることができます。どうでしょうね、実際見たら大きいですか小さいですか。ぜひ実際見に来てください。この詳しく解説している動画がありますので、そちらは概要欄からご覧ください。はい、続いてはこちらですね。お食事どころがあります。名前がいいですね。ターンマークっていう名前でね、たくさんのメニューありますね。何にしようかな。骨付き鳥ですよ、骨付き鳥。うどん県、香川県でも、うどんだけじゃない香川県なんです。骨付き鳥有名です。ぜひ来た際には食べてみてください。すごい、ピンクのコーナーがあります。女性専用のコーナーがあるなんて、すごいピンクで可愛くて仕切られていますね。もうここは女性専用コーナーっていうことでですね、女性にとってはすごいありがたいコーナーだと思います。こちら一般席になるんですけど、すごい広いですよね。一般席、一般席の真ん中にレディースシートがあって、こんなに広いです一般席。この水面がすごい見渡しいいですね。すぐ近くにターンマークも見えますし、大型ビジョンもすごく見やすいし、レース全体がここから見えるっていう感じですね。1階に降りてきました。わあ、かわいい。こちらキッズルームですね。今はコロナ感染対策のね、防止のためご利用できないんですけど、本来ならばここキッズルームで子どもたちを遊ばせながらボートレースを楽しむことができるんですね。いいですよね、こういうの。ママさんたちにはすごく助かりますね。すごいモニターの数ですよ、これ。テレビの数見てください。何台あるんだろう。今はついてないですけど、これね、最大8畳ぐらい売ってるらしいです。すごいですよね。このボートレース丸亀で毎日いろんなレース場の船券が購入できるんですね。そしてこちら見てください、カフェがありますよ。2階にはフードコートがありましたよね。1階にはこちらおしゃれなカフェがあります。見てみましょう。カップルとかね、女性同士とかすごく楽しめると思います。マルカフェのすぐそばの扉を出ると、このようにもう水面です。今日はね、残念ながら雨なんですけど、ここは屋根がついていて、雨の日でもこうやって外で楽しめたり、ご飯を食べたりできますね。これもいいですよね。あそこの階段の下に矢印があるんですけど、左側に行ってもらうと1マーク側の右側で見れるデッキ、新しいデッキが丸亀できたんですよ。ボートがもう自分の方に迫ってくるっていう感じの迫力があるらしいです。ボートレース丸亀に来た際にはぜひ1マークの奥側のデッキ、そこでレース見てください。
ボートレース丸亀にはしっかりエレベーターもあります。なので車椅子の方だったり妊娠中の、ね、方だったりぜひ使ってください。こちらで上に上がりたいと思います。マリンシートに入ってきました。こちらは入場する際に1000円かかるそうです。先ほどの一般席は2階だったんですけど、こちらの席は3階なので、見渡しもね、また2階とは違った感じでね、いい感じで見れますね。こちらもまた高いところから見るって違いますね。2階とはもっともっとこう広く見える感じがします。見渡しがすごくいいですね。マリンシートの入り口にはこちらのモニターがあって、映画館みたいですね。このように座席を選ぶ形になっています。そしてスカイシート専用エレベーター、もうこちらのエレベーターでしかスカイシートには行くことできないみたいです。では早速スカイシート行ってみましょう。スカイシートにやってきました。すごい下は絨毯で、すごいなんか高級感ありますね。また一般席やマリンシートとは違った高級感あふれる空間になってます。早速見ていきましょう。こちらは入場するのに2000円かかるそうです。一席一席の椅子も見てください。立派な椅子です。すごいね、ここからレース観戦できるんですね。プライベート空間もしっかり保たれていて、ここでね、一日楽しめそうですね、本当に。iPad までありますよ。iPad もあるし、ここにテレビもあるし、見渡しもすごくいい。またマリンシートとは違った、こんなに高いところからレース見れるんですね。こちらのタブレットでは、タブレット投票専用なので、YouTube などは見れないんですけど、ボートレース丸亀は毎節5時から内丸という YouTube チャンネルをやっているので、そちらを見ながらボートレースを楽しむことができます。そしてボートレース丸亀っていうのは施設全体が Wi-Fi 完備されているので、ぜひ自分の携帯を Wi-Fi つなげて内丸見ながらボートレース楽しんでみてください。マリンシートの中には見てください、グループシートもあります。こちらは使用する際には3000円かかるそうです。そして4人まで利用可能です。見てください。ソファーがあって、先ほどの椅子も3席ありますね。こちらでグループでボートレースを楽しむことができます。あとはですね、マリンシート、スカイシートにはフリードリンクがついています。飲み放題なので、たくさんジュース飲んでくださいね。1マーク側の2階にやってきました。この通路の途中にですね、見てください、ワンパクランド、子供たちが遊べるスペースがこちらにあるんですね。今はコロナの影響で閉鎖されてるんですが、またコロナが収まったら再開するそうなので、子供の皆さん楽しみにしていてください。ちょっと中見させてもらいましょう。すごい広いですね、中。見て見て、子供たち喜びますね。滑り台もありますよ。そして見て見て、これ面白いんだけど。あ、しっかりしてます。あのね、私体重重いですけど全然いけます。すごくない、すごくない。これ絶対楽しいよね。第一ターンマークに行きます。さしー、むっちゃ楽しいやん。そして子供たちこういうの喜ぶよね。ね、登りたくなりますよね。大人でも、うわすごい高い。そしてね、絵本たちがいっぱいあるの。いろんなところにこうやって本が並べてくれていて、子供たち大喜びですね。漫画もいっぱいありますよ。そしてこうやって楽器もあって、子どもたち絶対楽しめるね、ここ。早くね、コロナが収まってまた再開してほしいですね。はい、そしてこちらの B カード専用投票所にやってきました。こちらの建物は2021年今年建てたばっかりの新しい施設になります。こちらは本場開催日のみ
空いているそうです。そしてこちらで船券を購入する際には B カードが必要になります。ちょうど1マーク側なのでまた本場とは違った景色が楽しむことができますね。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。そしてこちらのボートにですねサインも書かせていただきました。よかったらツイッターでハッシュタグボートレース丸亀ハッシュタグ平山ちかをタグ付けしてくださいね。そしてインスタグラムではちか平山をメンションしてくださいね。今回も最後まで見てくれてありがとうございます。